こんにちは、テンバーーアカデミー堀秀夫です今日は、初めのうちはね、初心者のうちは、極力仕入れは実店舗に行って仕入れた方がいいですというお話です。まずね、えー、テンバーアカデミーでは、まあ、教える順序というか、仕入れる順序として、まあ、初めは Amazon セラーアプリを入れてね、で、実店舗に行って探しましょうという教え方をしてるんですけど、 これはね、えー、ちゃんとした理由があります。えー、まず、実店舗に行くとね、えー、こういうふうに商品がドバッと並んでるわけですよね。で、えー、意識するとしないとに関わらず、えー、商品そのものは一度に何百点というのがね、同時に見えてます。でね、ちょっとした意識の違いで、この見えてる中からね、儲かる商品が本当にあんのかいなと。 思って探してるとなかなか見つからなかったりね、簡単に見つかるはずだと、ほ他のやつが見つけてんだし、自分も簡単に見つかるはずだとまあ思えば見つかるというね、マインド的なこともあるんですけど、何よりかによりまあ一度に商品はたくさん目に入るというのはね、何よりのメリットです。で、いざ買おうと思ったときね、自分で手に取って検索してるわけですから、大きさや重さも分かると。 ね、ネットで買ったら思ったより重かったとかね思ったよりでかかったということがないですそれからね店舗にある商品を、まあ、これ何だろうと偶然手に取って検索したらね、えー、全然ライバルがいないとかあとね初めの頃はのなかなかカタログヒットしませんっていう話が、えー、割とあるんですけど何しろねダイソーは毎週毎週ですね毎月500点新商品があるんで毎週新しい商品並べてるんで 売れてる店舗なら店舗ほど、えー、もう新しい商品なんでカタログがないと、ねい、Amazon でカタログまだできてないということがあります。これね、本当は、まあえー、定期的に通えば次々と新しい商品があるんでいいことなんですけど、まあ、ただ初心者のうち、ね、新規のアカウントだと、カタログを作ってもね、えー、なかなか売れないと。 新規参入者が作ったカタログなんて危なくてね、商品は売らせられないというのでね、意図的に売れにくくされちゃってます。それとね、何よりかにより、まだ慣れてないんで、カタログつくのはよくわかんないとかめんどくさいというのもあるんでね、カタログある商品を売りますんで、そういった中ではね、店舗行ってもなかなかカタログある商品ありませんということになっちゃいます。これは ダイソーの展示の仕方もね、新しく入った売れるであろう商品を目指すところに置いとくんで、まあ、普通に目につく商品をね、ただスキャンしていくと、あれ、なんか全然カタログ出てこないなというのはね、別に自然なことなんで、そんな嘆くことでもないし、慣れてくればそれはプラスのメリットになりますんでね、えー、全然心配しなくて大丈夫です。まあ、元にね、実店舗、 仕入れの3つのメリットは一度に何百点もの商品が目に入る大きさや重さが分かると、ねえー、偶然ライバルが少ない商品を見つけられるというのがメリットですでねネットの方がね店舗とか行くのめんどくさいしいいんじゃないかと、ね、思ってあの初めからネットでやりたいという希望もね、えー、たまにあるんですけどこれはねあんまりおすすめじゃないです なぜなら、ネットの場合はね、えー、当然一度に1点しか、えー、比べられないと。一度にね、画面にこれ何十個も並べて比べられると。ね、為替ディーラーみたいなことをできる人って普通あんまりいないんで、まあ、一度に1個しか、まあ、比べられない。で、それを順繰り順繰りに比べていくという形ですね。で、えーまあ、大きさや重さ、思ったのと全然違かった、届いてみたら違かったというのもね、えー、あります。ネット仕入れの場合はね。 まあこれはまあネットで検討をつけて店舗に買いに行くという形ならね、解決するんですけど、ネットで探した商品がね店舗に同じのがあるかという問題もあるんで、これがわかんないという可能性も高いし、ネットで見つけて店舗に買いに行くんだと効率いいようだ、ま効率良くないですね。その理由の大きなところはね、この起点としてまず商品を出して、それについて 一緒に買われてる商品とかね、あるいはそれを買った人が買ってる商品とかを、まあ、見ていくというのがね、一般的なリサーチ方法なんですけど、これ、起点がで、ね、初心者の場合は、えー、もうみんなが思いつく、うん、ダイソーとかね、インポートジャパンとか、エクスポートジャパンとかね、えー、そういうみんなが思いつくキーワードしか思い浮かばないと。でみんなが思いつく ライバルが多いキーワードで初心者がやってもね、えー、ライバルが多くて売れないとかね、売れても値打ちが激しくて儲かんないとか、えー、そういう商品しか見つかんないです。何しろ、起点がね、えー、気が利かない文字しか思い浮かばなかったり、みんなが思いつく方法でしか始まりが出てこないんで、まあ、これをみんなとバッティングしたらしょうがないと、ねえー。そんなわけで、店舗に行けば、 怒るであろう、偶然。あれこれなんだろうって言って手に取ることが、ネットでやっちゃうとほぼ起こりません。そんなわけでね、そうですね、介護してるからとか子育てしてるからとか言って、ネットだけでやった人、ネットだけでやった人といないですね。ネットだけでやろうとして見つかりませんって言って、店舗行きましたか店舗行ってませんって言って店舗に行って、 スカイプナビして見つかるようになったことありますけど、まあ逆に言うとそうですね、ネットだけでやってると見つかんないでしょうね、見つかんないケースが多いです。まあそんなわけでね、ついつい、えー、ね、暑いからとかね、雨降ってるからとかね、遠いからとか言って、店、え、舗、ー、仕入れ、えー、足が遠のいちゃう方結構いるんですけど、えー、もう、ね、補充、補充だけでやってくけると、この形ね、売れたのの補充だけでも十分だとね、 新規の商品なんか探してたら納品追いつきませんという場合はね別にネット仕入れだけで OK ですけど、まあ、そうじゃない場合はね店舗に行った方がいいとでネット仕入れだけで OK の場合もね店舗に行きゃね大抵の場合はね新しい発見があるんで、まあ、毎週行けとは言いませんけど1ヶ月ね、えー、1個もどの実店舗にも行かなかったというのはねあんまりまずいんで まあ慣れてきても月に1回ぐらいはね実店舗で見て回った方がいいですしえ逆にもう初心者の子で商品がなかなか見つからないなという場合はもう迷わず店舗行った方がいいです商品の見つけ方はねえ私のサポートの肝なんでえまあいくらでも思いつくこととかね疑問に思ったこととか感想とかえチャットワークの方にアップしてもらえばいいんですけど何しろうんできるだけもう実店舗に行ってこう アマゾンセラーアプリで検索しましょうというのがね、一番簡単な、えー、探し方なんで、まずはその方法を試してください、ね。また検索方法についてはね、こっちの動画とかでも、えー、出してますけど、分かりにくかったらまた、えー、追加の補充の、補充じゃないや、補足の動画なり記事なり使うんで、えー、ご質問ください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。